こんにちは、ミルクです。こんにちは、モナカです。今回は、KGB 極秘文書が明かす、ヒトラー最後の12日間をお送りするよ。ナチスドイツの総統、アドルフ・ヒトラー。ソ連国家保安委員会、KGB は第二次世界大戦後、密かにナチス関係者を逮捕、尋問した記録を秘密裏に残していた。それが2000年春、半世紀以上を経てついに公開された。マジか。映画にもなったヒトラー最後の12日間は秘書による回顧録や歴史ドキュメンタリー本が元になっているが、ここでは KGB 極秘文書を元に、ヒトラーの実際の行動や言葉、その最後の日々を追っていこうじゃないか。気になるわ。さあ行こう。ヒトラーが運命を決した場所、死神に取り憑かれた地下壕へ。それは行きたくないわね。行くんだよ。じゃあ、早速解説していくわん。にゃあ。最後の12日間、その最初の日は1945年4月20日。始まったー。最初に言っとくが、ヒトラーが亡くなるのは11日目だ。1日足りへん。ヒトラー最後の11日間やん。でも映画のタイトルも12日間になってるんだよな。第二次世界大戦の終盤、ドイツと敵対する連合国は四方から近づいていた。米軍はエルベ川、ソ連軍はオーデル川、フランス軍はドナウ川を渡り、英軍は北から進軍中。いきなりドイツがめっちゃピンチ。4月16日に始まったソ連によるベルリン占領作戦、ベルリンの戦いの最中であり、この日、ベルリンのシンボルであるブランデルク門のすぐ近くで、ソ連による最初の砲撃が炸裂した。きゃあ、この日は、さらに、まだあるの？ヒトラー56歳の誕生日だ。誕生日なんかあーい。ツナ缶でいいかしら。プレゼントあげんでいい。ヒトラーは別荘のアルベルヒテスガーデンに飛行機で行く予定をしていたが、それどころじゃないので延期。意外とこんな状況でも別荘行こうとしてたのね。それまで彼はベルリンの総統官邸、シクガホール地下にある防空壕にいたが、敵の攻撃を受けやすいため新しい地下壕に移った。この地下壕は地下15メートル。みんな仲いい人と同じ部屋になれたかしら。修学旅行じゃねえんだよ。人口証明などもちゃんとあるが換気はお粗末だったという。ヒトラーの死因はそれか。総統が死んだぞ。換気が悪いから。ヒトラーがお粗末な換気で死ぬか映画にならんわ。この新たな地下壕で、ごくり、誕生日を祝った。祝ってる場合か。連合国が攻めてきとんねん、もっと気にせえよ。気にしてるに決まってるだろ、なんで気にしてないんだ。ヒトラーはナチ党の幹部たちのお祝いの言葉を聞きながら地図を広げ、手で指し示しながら戦闘の指示を出した。このベルリンでソ連軍は血の海の中、大敗北を喫するのだ。誕生日おめでとうございます。噛み合ってないな。その中にはナチスのナンバー2であり空軍総司令官のヘルマン・ゲーリング、ナチ党の親衛隊 SS のトップ、ハインリッヒ・ムラーなどがいた。だが、お祝いの中でも常にソ連軍、英米軍の砲撃の音が、まるで祝砲のように鳴り響いていたという。たまには祝砲も混じってるんちゃう？地下壕はドイツ最前線の指揮所となり、この日は昼も夜も将軍や将校が訪れた。お祝いに駆けつけたのね。どんだけ誕生日祝うんだ。この頃のヒトラーの元に残っていたのは SS 大将マルティン・ボルマンや宣伝大臣ヨーゼフ・ゲッベルス、国防軍統合司令長官カイテル、陸軍参謀長官クレイプスなど、最も忠実な部下たちや戦争の指揮に欠かせない参謀将校だった。他にも秘書や医師、料理人など。結構いるわね。だが彼らの前にいたのは、かつて演説でドイツ中を熱狂の渦に巻き込んだ総統ではなかった。ヒトラーの主治医フォン・ハッセルバッハはこう語る。最後の方のヒトラーは、廃人だった。廃人。1940年までの彼は年齢より若く見えたが急に老け始めた。1943年頃までは年相応だったが、それ以降は年よりもはるかに老けて見えた。50代に入ると年齢が出やすいって言うわよね。そういうことじゃない。ヒトラーは1943年までは過労で腰痛や耳鳴りはすることはあっても基本的にすこぶる健康だった。だがテオドール・モレルの存在がまずかった。楽しそうな写真。モレルは奥の人だぞ。手前の人どいてよ。モレルはヒトラーの主治医の一人で、もともとはベルリンの、性病専門医。性病専門医？ってことはヒトラーも、性病ではないと思うぞ。いや知らんけど、ヒトラーのお抱え写真家ホフマンにモレルを紹介されたのが始まりだったという。手前がホフマンだ。ちょっとどいてくれへん？
モレルはどんな人だったのか、後にモレルを抑留した米軍兵士の証言によると。モレルは不明瞭な言葉で話し、衛生習慣が豚並み。豚ちゃんレベル？豚ちゃんの衛生習慣ってわからんけど、とりあえず不潔っぽかったらしい。モレルは9年にもわたってヒトラーを見ていたが、睡眠薬やモルヒネ、サイン剤など怪しい28種もの混合薬品をヒトラーに注射し続けた。最後の2年間、注射は健康な時でも毎日1、2回、風邪をひいたと思ったら3から6回も打っていたという。とある博士がモレルに、注射に何の薬品を使っているのか尋ねたところ、モレルは答えるのを拒否したという。どんな医者やねん。この薬漬けが、ヒトラーを廃人にしたと言われる。ひどいわねえ。最後の日々のヒトラーは両手、特に左手と左足が震え、白髪が増え、猫背、途切れがちなしゃがれ声。顔は青ざめ、歩くのもやっとの状態だったという。前年の1944年7月20日にヒトラーはドイツ国防軍の反ナチによる暗殺未遂事件に遭っていて、それも健康悪化に拍車をかけた。事件以降、彼は疑い深くなり、人々への不信と恐怖に取り憑かれヒステリックになっていったのさ。ヒトラーが本当に信頼していたのは恋人のエヴァ・ブラウンと、かわいい、シェパードのブロンディーだけだったと言われる。ワンちゃんやんかー。骨どうぞ。私にも、はい骨。ワン。ヒトラーが健康状態悪すぎるわね。最後の日々だからな。もしかして普通に病死なんか。この日、ヒトラーは海軍の将官、カール・デイニッツを北部地域の司令官に任命し、防衛に必要なあらゆる権限を与えた。ヒトラーは暗殺未遂事件以降、陸軍に不信感を抱いていたので海軍のデイニッツを選んだと言われる。4月21日。いつも通りヒトラーの下で会議が開かれた。会議の冒頭でゲーリングがヒトラーに。本営をベルチテスガーデンに移すのならば即座にすべきです。側近たちはベルリンの防衛ができるのはあとわずかだと考えており、ヒトラーをベルリンから脱出させるべきだと思っていたんだ。だがヒトラーは、ボルマンやカイテルと共に席を立つと再度協議し、戻ってくると。私は脱出するつもりはなくベルリンに残る。そう言明した。そして、ベルリンに迫るソ連軍を撃退すべく反撃命令を出す。命令の対象は SS 大将フェリックス・シュタイナー指揮下の全軍。側近たちは困った、資材も通信手段も不足しておりシュタイナーに必要な指令を与えることも難しかったんだ。シュタイナーはこの場にいないのね。だがヒトラーは、命令に従わない指揮官は、全員処刑だ。そう叫んだ。このブチギレ場面は映画でも印象的に描かれており、パロディーになったりしているよ。急な二次創作。実際、命令に背いたと誤解された砲兵大将ヘルムート・バイトリングに、逮捕と銃殺刑の命令が下った。最悪か。4月22日。夜明け前の未明、シュタイナーの軍が攻撃を開始し、ソ連軍によるベルリン包囲を破ることになっていた。現存する全部隊や兵士がシュタイナーを支援し、作戦は実行される、その予定だったんだ。どうなったのかしら？午前中、ヒトラーはずっと座って机の上で身をかがめていた。将軍や副官たちが地下壕を往左往し、電話に向かって怒鳴ったりしながら連絡を待っていた。午前10時頃、ソ連がベルリン中心部の、地下壕と総統官邸のアルビルヘルム通りに、激しい砲撃を開始した。いやあ、砲撃は一日中やむことなく警報が次々と発せられる。ヒトラーは午後12時に部屋を出てベルリン砲撃についての情報や東部戦線の状況を、ヨハンマイヤー少佐から聞いていたという。そして14時30分。ごくり。エヴァ・ブラウンと昼食。そこはちゃんと食べるのね。夕方に始まった恒例の戦争指導会議。証言者によって開始時刻は15時から17時半まで諸説あるが、その中でヒトラーは、シュタイナー SS 大将の攻撃が、失敗に終わったことを知る。やっぱり失敗しちゃったか。というか資材の不備により攻撃は開始すらしてなかったという。何もしてなかった。さらに悪いニュースが飛び込んできた。シュタイナーを支援するため部隊が移動した隙にソ連軍がベルリン郊外に侵入、戦闘の戦車はすでに市内へ突入している、と。ひぃ。この時のヒトラーはその場にいた人たちに強烈な印象を残した。ドイツの勝利に対する、希望が消えた。そう。ここでヒトラーは初めてドイツと自身の終わりを口にしたのさ。ヒトラー。我々は勝てない、これはドイツの終焉だ。陸軍も空軍も親衛隊ももはや頼りにならない。陸軍ばかりか親衛隊にまで裏切られた。
そう言って激高した。この光景を見ていたヒトラーの側記者によると、ヒトラーはひっきりなしに歩き回り、白髪のもじゃもじゃ頭。ここで髪型どうでもええ。精神的にも肉体的にも荒廃し、震える左手を後ろに回していたが手首から先は麻痺しているようだった。髪は後ろに溶かしつけ、いつもより前髪を目に垂らしていなかった。前髪を目に垂らすヒトラーは嫌やな。荒廃するその様子は、以前の彼の面影を全く失っていた。将校たちはヒトラーにベルリンを離れるよう言った。しかし、私はベルリンに留まる、ベルリンを離れはしない。これを20回は繰り返したという。多いな。その割に別荘には行こうとしてたやないか。そして芝居がかった様子でこう宣言した。ベルリンが陥落するのであれば、その前に私は銃で自決する。やめてー。私は官邸の扉の前で死ぬのだ。どこで死んどんねん。17時半頃、ヒトラーはカイテル、ヨードル、ボルマンと側記者の一人だけを別室に呼び出し、残りの者には15分だけ自分たちだけにしてくれと告げた。その話し合いの中でカイテルは、総統は数ヶ月前にドイツの血が最後の一片でも残っている限り戦い続けるとおっしゃったではありませんか。この考えを放棄するぐらいなら3度でも死ぬ、と。死にすぎやろ。カイテルとボルマンはまだ北や南などに移動すれば兵力が残っており、体制を立て直せると励ました。しかしヒトラーは芝居がかった様子で、もはや戻る道はない。私がベルリンを見捨てるならベルリンは陥落する。陸軍も空軍も信用できない。親衛隊への信頼も失った。そうして15分の話し合いは、ヒトラーが部屋から飛び出して終わったという。なんで終わり方ちょっとおもろいねん。戻ってきたヒトラーに、あなたがお亡くなりになれば戦争は完全に負けです。そうゲッベルスがいい？西部戦線の軍隊をソ連軍との戦いに投入してはどうでしょう。と、提案したところ。ダメだ、それでは西部での降伏ということになる、降伏はしない。ヒトラーの個人秘書で側記者のヘアゲゼルによると、ヒトラーはカイテル、ヨードル、ボルマンにベルリンを離れるよう命じました。10回は繰り返しました。いちいち多いな。しかしボルマンとカイテルは命令を拒否してとどまり続け、ヨードルだけはもうここにはいられないと言ってその場を離れました。離れるんかよ。結局、絶望的な状況の中で計画は立てられた。バルダーベンクが率いる12軍をエルベ川沿岸に転進させ、米軍の包囲網を抜け出しベルリンへ救援に来させる。ベンク軍による救援、これがベルリンの小さくて大きな希望だった。頑張れベンク。この日、ヒトラーに会見したドイツ軍元帥、フェルディナント・シェルナーの証言を聞いてみよう。ヒトラーは様々な出来事のために深く闇、憔悴しきった人間の外貌から重苦しい印象を与えました。顔は青白くむくみ、声は弱々しかった。会見の中でヒトラーは、東のソ連は無理でも西側のイギリスなどの列強とならば、政治的合意に至ることは大いにあり得ると言った。ヒトラーは講和を結ぶという形で戦争を終わらせようと考えていたんだね。だが、そのためにはドイツが十分な軍事力を持って交渉に臨まなければならないとした。そうしてヒトラーはこう言った。ドイツの敵の一つと単独講和を結ぶ障害にならないよう。私は叱るべき時に自決するつもりだ。おーおい。私は軍に対し、ベルリンがドイツのものであり続けるようにする責任がある。ベルリンが陥落すれば私は生きていられない。私はまた、外交交渉の主要な障害でもあるのだ。ヒトラーはドイツのことを思って、官邸の扉の前で自決しようとしてたのね。扉の前じゃなくてもいいのにな。ゲーリング、ヒムラー、あるいは誰か他の者がイギリスと交渉すればいい。そう語ったという。そうしてこの日、重大な出来事が地下壕に起きている。これ以上何？宣伝大臣ゲッベルスが、妻のマクダと、6人の子供を連れて地下壕に移り住んできた。子供多いな。それまで彼らはビルヘルム通り20番地の自宅に住んでいたんだが、護衛隊を置いて引っ越してきた。家族以外では副官を一人だけ連れてきたが、地下壕は SS の総統警備特別部隊によって警護されており、護衛隊はもう必要なかったのさ。地下壕は安全なのね、そりゃ家族で引っ越したくなるのもわかるわ。そうじゃない。え？ゲッベルスが引っ越してきたのは、家族全員で、ヒトラーと運命を共にするためだった。にゃ？でもヒトラーの運命って。ああ、ゲッベルスは、ヒトラーがこの世を去るのなら、共に自決すると決めていたのさ。なんで奥さんや子供たちは？
道連れだ。親ガチャ失敗。やめなさい。まあ親ガチャという言葉は好きではないが、これに関しては間違いなく親ガチャ失敗ではあるな。毒親。ちなみに宣伝大臣だったゲッベルスは当時47歳、プロパガンダの天才と呼ばれ、彼がヒトラーを作り上げたとも言われる。ゲッベルスについての、宣伝ショーハンス・フリッチェによる供述記録を見ていこう。どんな奴だったのかしら。ゲッベルスは、鼻が大きい。そういうことじゃないのよ。これが KGB 極秘文書だ。なんでこれを極秘にした？身長は平均以下で体質は虚弱。額と後頭部の間が長く上顎の前歯が大きくて黄色い。詳しく見とるわねこの人。生まれつき右足が変形していて短く、そのため右足には左よりも厚底の特注の靴を履いていた。ゲッベルスは歩くのが少し不自由だったという。ゲッベルスの妻、マクダについての供述も聞こう。ゲッベルスの妻は夫より少し背が高い。妻の身長は167センチだ。金髪で細身。スタイルがいい。人の妻を変な目で見るなよ。また、ゲッベルスはいつも明るい色の上着と黒いズボンを履いていて、映画でも一人だけマスタード色の上着を着てるから見つけやすいぞ。ちょっと見つけてくる。ゲッベルスの専属護衛隊長ビルヘルム・エイホルトによると、3月31日頃、ゲッベルス夫人に呼ばれて指定で会いました。その際に夫人は、私たちはベルリンに移って相当の地下壕の住居に住み、最後の瞬間まで残り、必要ならば死ぬことになるでしょう。強力な毒薬を持っているので、いざという時にはそれを飲むのです。飲まないでー。ゲッベルス夫人の母親も、彼女の決意を支持していました。なんでやねんお母さん。最初はゲッベルス夫人も夫の考えに反対していたが、この頃にはヒトラーの影響力の犠牲者となっていた。ヒトラーと運命を共にすると明言して妻と子供たちを呼び寄せたゲッベルスを、地下壕にいた全員が高く評価していたんだ。止めろよ。それほどまでに、ヒトラーの影響力は絶大だったのさ。12歳から4歳までの6人の子供は、そんな両親の考えなど知る由もなかった。この日、シェルナーはゲッベルスにも会っている。その時ゲッベルスは、私は相当の命を救うために可能なことは全て試みたし、まだそうしようと思っている。だが相当の性格を考えてうまくいくとは思えない。最悪の場合、私がしなければならないことはここに残り、相当の遺体が敵の手に渡らないようにすることさ。ベルリンを脱出する気はないと固く決意するゲッベルスに対し、シェルナーは、せめて子供たちだけでも、私の飛行機でベルリンを脱出させよう。いい考え。よかった、ゲッベルスの奥さんも連れてってあげてね。ゲッベルスは、私も、私の家族もヒトラーより長生きすることはない。てめえ。総統が倒れ、ナチ国家が終わるなら、ゲッベルスの名も存在しなくなるのだ。お前が一人で存在終われ、はい猫かん。にゃあ。なんで一人で終わらすんだ。家族も巻き込むなんて許せないもの。まあまだ日にちは残ってるからゲッベルスとその家族のことも追っていこうじゃないか。気になるわー。4月23日。ベルリンに残る必要のない職員にはベルシテスガーデンに行くよう命じられた。ベルシテスガーデンにはプロパガンダ上はナチスの最終防衛線の司令部アルプス要塞があるとされていたものの、実際には存在しなかった。しかし発電所や燃料庫などが整えられており疎開先としても使われていたのさ。ヒトラーの速記者ヘアゲゼルによると午前1時45分頃、秘書など80人ほどの随員と共に本営を出発した。その中にはモレルもいたよ。豚レベルの性病専門医。やめなさい。ヒトラーはついにモレルを解雇していたのさ。やっとか。ヒトラーが何より心配していたのは地下壕から連れ出されて敵に引き渡されることだった。モレルがいつも通りヒトラーに注射しようとしたところ。やめるんだモレル。モルヒネを打って意識を失ったら私をここから運び出すつもりだろう。と、疑ったのさ。まず注射に入ってる怪しい薬を疑うべきだったわね。後にモレルが語ったところによると。毎日ヒトラーの健康状態を観察してきたが、ギリギリ最後になってヒトラーに追い出された。ヒトラーの怒りに満ちた沈黙はバリゾーゴンの爆発よりも恐ろしかった。ヒトラーが真っ青になって歯を食いしばり、目をカッと見開くと誰もが恐怖に陥った。なぜならこの感情の爆発は大抵、誰かの罷免か処罰の命令で終わるからだ。お前は罷免されとけ。約80人が本営を去ったが残った者も多かった。ヒトラーの秘書ゲルダ・クリスティアンやトラウデル・ユンゲ。
ユンゲは後に回顧録を書き、映画の原作の一つとなっている。ヒトラーは随員たちが去るのはいいが、残るべきと考えていた人まで去ったことには怒っていたという。そのうちの一人が総統代理でもあったゲーリングだった。ゲーリングはカーリンガルからベルシテスガーデンに飛び、電報を撃ってきた。その電報は、まるで爆弾の炸裂のように、地下壕に激震をもたらすことになる。炸裂？要約するとこうだ。1941年の後継者に関する法令に従い、総統の死後、後継者となるのは私である。え？22時までに返事がなければ総統は統治能力を失ったものとみなし、直ちに自分が政権を担当する。まさかの電報でクーデター。わしも電報撃ってくるわ。誰に撃つんだソフィア。ヒトラー専属護衛隊長ハンス・ラッチェンフーバーによると、電報を読んだヒトラーは顔が歪み、意気消沈したかと思うと気を取り直して叫び出した。ヘルマン・ゲーリングは私と祖国を裏切った一番辛い時に見捨てたのだ。奴は臆病者だ。私の命令に反してベルシテスガーデンに逃亡して敵と通じて、返事を送らなければ自分の決定に賛同したとみなすなどと私に恥知らずな最後通帳を突きつけた。ゲーリングはアメリカのアイゼンハワー元帥のところへも親書を送り、降伏交渉に動いていたんだ。ヒトラーはボルマンに命じ、ゲーリングの即刻逮捕と、辞職するまで監禁を命じた。そしてゲーリングの全ての称号剥奪と役職の解任をしたのさ。まあそうなるわよね。数時間後、ゲーリングは心臓病を理由に辞職を願い出てきた。何がしたかったんやこの人。後に米海軍将校マイケル・ムスマーの大佐がニュンベルクでゲーリングにこう尋ねている。なんであんなに挑発的な電報を打ったん。ヒトラーの健康状態が極度に悪化していたんで、卒中を起こして完全に行動不能になるか、後継者問題に心を配れる状態にないと考えるのは理不尽なことではなかった。ヒトラーが正気なうちに後継者になり、降伏交渉をしたかったのか。ゲーリングの裏切りに対し、ヒトラーぐらいブチギレていたのがゲッベルスだった。ゲッベルスはわざとらしい芝居がかった様子で。みんな芝居がかってるのなんなん。ゲーリングはドイツが絶望的状況に陥ることになった現状だ。全部ゲーリングのせいにした。全部は無理あるわね。ゲーリングの性根は常に裏切り者だ。決して何も理解したことがないし、何もわからなかったし。全然わからにゃん。ずっとバカなことばかりし続けてドイツを破滅させてしまったのだ。奴はただ総統の一番の補佐官に見せたかっただけで、危険が迫っているとわかった途端に逃げ出したのだ。ラッテンフーバーによると、ゲッペルスから感じられたのはゲーリングへの強い嫉妬だった。後継者とみなされていたゲーリングが妬ましかったようだね。ゲーリングは実際大した能力はなかったという。ドイツがピンチの時も、ゲーリングはいつも通り赤いジャケットと緑のブーツで仮に出かけていた。服装も派手ね。家では金の飾りのついた白かバラ色のシルクのガウンを着て、爪にマニキュアをしていた。どこまでやんねん。そんな人が後継者に選ばれてたら怒りたくなるゲッペルスの気持ちもわかるわね。午後9時、自宅でゲーリングは逮捕された。マニキュアしてる場合か。この日の夜、砲兵大将バイトリングがヒトラーの元を訪れている。誤解によって逮捕と銃殺刑の命令を受けていたあの人だ。まだ生きてたのね、よかったわ。彼の証言によるとヒトラーは狭めの部屋で大きな机の前、安楽椅子に腰掛けていた。バイトリングが部屋に入るとヒトラーは立ち上がった。バイトリングが右手を差し出すとヒトラーの両手と左足が震え、むくんだ顔、凍りついた仮面のようだったという。ドイツの頂点に立つヒトラーの、廃人のような姿にバイトリングはショックを受けた。私は君に会ったことがあるのかな。一年ほど前に勲章を受けたことがあると答えると。私は名前はすぐ覚えられるのだが顔を覚えるのは苦手だ。逮捕や処刑の話は全く出なかった。バイトリングは軍団の状況について報告し、ヒトラーはベルリン包囲網の打開作戦を話し始めた。声は小さく、長い中断を挟みながら、何度も同じことを繰り返すことも多かった。その話を、バイトリングは夢の中で聞いた感覚だったという。ヒトラーの作戦はベンクの軍に防衛と攻勢の両方が課せられるなど無理がありすぎた。奇跡でも起こらなければ、最終的破滅がやってくるとバイトリングは確信していたのさ。バイトリングが最もショックだったのは、ヒトラーが一般市民の苦しみについて何も気にしていなかったことだという。結局、翌日にバイトリングは、ヒトラーに気に入られたという理由でベルリンの防衛司令官に任命されている。
銃殺命令から急展開ね。だが彼は、ヒトラーは私の銃殺命令をそのままにしておいてくれたらよかった。そうすれば少なくともこんな貧乏くじを引くこともなかったのに。とてもじゃないがベルリンの防衛なんて無理な任務だと思ったのだろう。ベルリンどんだけ絶体絶命なの。4月24日。一日中、息つく間もなく政府官庁地区に重砲火が撃ち込まれた。主にベルリンのブランデンブルク門とティアガルテン地区に集中していたという。ヒトラーは砲弾が爆発するたびに部屋から飛び出して、何が起こったのだ?と聞いたという。うざいうざい。この状況で砲弾の爆発以外に何があるのよ。15時、ベルリン中央地区防衛司令官ビルヘルム・モーンケが初めてヒトラーの元に呼ばれた。モーンケ。モーンケは部隊の到着を告げ、兵力や編成などを報告した。その会議に出席していたのは、クレイプス大将、ブルクドルフ大将、ゲッベルス、ボルマン、ヘイベル大使、次官のナウマン博士、海軍代表のフォステイトク、陸軍と空軍の代表。司令官に任命されたバイトリングも毎日、戦況報告に来るようになった。戦況全般やベルリンの状況の報告をしていたのはいつも、参謀総長のクレイプス大将だったという。そしてこの日、ヒトラーはミュンヘンのリッター・フォン・グライム大将に電報を打ち、下級の案件で総統官邸に出頭するように、と送っている。ベルリンはソ連軍に包囲されてるから出頭はかなり難しかったが、グライムは友人で女性パイロット、ハンナ・ライチュの力を借りれば可能だと判断した。こんな大変な時にベルリンに呼ぶなよヒトラー。4月25日。米軍とソ連軍がムルデ川で合流し、状況はますます厳しくなっていた。サークル仲間と合流したみたいに楽しそう。モーンケによると会議ではベルリンの戦況が検討されたが、ソ連軍が四方から近づいてくるという話ばかりだったという。ヒトラーはベルリンの外にいる部隊、特にベンクの軍による救援に望みをつないでいた。いつもベンクに期待している。他にベルリンを救う希望はない。希望がベンクのみ。旧軍が西に移動しています。旧軍はベンクと合流する予定の軍だ。クレイプスの報告を聞くとヒトラーは興奮したように、3本の鉛筆で机をコツコツ叩いていたという。鉛筆はヒトラーがいつも左手に持っていて、震える指を沈めるのに役立っていたんだ。1本でよくない?だが旧軍にはもうベンクと共にソ連軍を攻撃する能力が残っていなかった。それは正気であれば誰の目にも明らかだったという。しかし、ヒトラーの側近たちは、都合の悪いことは無視した。無視すなよ。バイトリングがベルリン要塞地帯の厳しい戦況について報告すると、ゲッベルスが不安そうな顔をして勝手に話し始め、何もかもうまくいっている。とか言い出した。現実を見てない。夜中の1時に会議は終わった。遅いな。4月26日。相変わらず砲撃されてるわね。何が起こったのだ?うるさいねんもう。最後の日々のヒトラーはずっとこんな調子だったらしい。この日、ベルリンと外部をつなぐ電話網の回線が全て不通となる。通信は無線機でなんとか維持されていたが、集中砲火でアンテナが被害を受けてしまった。ほとんどの情報は迂回路を通ってどうにかベルリンに入ってくるという状況になった。どんどん状況が悪くなるわね。ああ、戦況の悪化。そして新たな裏切りによって、ヒトラーはさらに、追い詰められていくのさ。ひぃ。どうなるの?新たな裏切りって誰が?それは、ごくり、次回に続く。おーおーおい。ごめんご、モレルが薬品を調合してたら長くなってしまった。お前もうクビになったやん、そんでホフマンずっと邪魔やな。よかったらチャンネル登録や高評価、コメントもよろしくお願いします。書籍もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。まったねー。まったねー。